ナゴルノカラバフ自治州の領域2020年、ナゴルノカラバフ紛争までのナゴルノカラバフ共和国の領域ナゴルノカラバフはアゼルバイジャンの西部にある地域である。面積は約4400平方キロメートル。人口は約14万7000人で、その9割以上がアルメニア人形であり、1991年9月にアルツァフ共和国として、 アゼルバイジャンからの独立を宣言したが、国家の承認は得られていない。中心都市はステパナケルト、カラバフと呼ばれる地域中部の山岳地帯にあたる。ナゴルノカラバフは、山地の黒い庭を意味する。アルメニア人が使う古墳、アルツァフは、紀元前に存在したアルメニア王国の宗名から、取られている。ソビエト連邦時代の1923年7月、初期長、 ヨシフ・スターリンがアゼルバイジャンに帰属する自治州であることを確定させた。ソビエト連邦の崩壊後は、国際的にはアゼルバイジャンの一部とされているが、アルメニア人が多く居住しており、隣国アルメニアとアゼルバイジャンの対立の火種となっている。1990年代のナゴルノカラバフ戦争で、推定100万人が避難し、約3万人が死亡した。 1994年に停戦してアルメニア側が北部と東部の一部を除くナゴルノカラバフの大半とアルメニアとの間に挟まれた地域を含む周辺はナゴルノカラバフ外の東側の一部を含めて実効支配するに至ったその後もこ着状態は続き断続的に軍事衝突も起きていたが2020年の大規模な衝突でアルメニア側は 実行支配地域を多く失った。この地域近隣には、アゼルバイジャン側のカスピ海からジョージアに向けた石油と天然ガスを輸出するパイプラインがあり、2020年、ナゴルノカラバフ紛争に至る対立、衝突は世界経済にも影響を与える。アゼルバイジャンは人種的に近いトルコの支援を受ける一方、アルメニアはロシアの軍事基地を後ろ盾に持つ。そして、 トルコとアゼルバイジャンがイスラム教を、ロシアとアルメニアがキリスト教の新興国であることも、事態を複雑化させている。カラバフという名は、黒い庭を意味するアゼルバイジャン語をロシア語で表した言葉である。ナゴールノカラバフという呼称は、カラバフ地方の東部山岳地方に対してロシア語で、ナゴールヌイカラバフと名付けられたことが元になっており、現地のアルメニア語やアゼルバイジャン語には基づかない。 また、アルツァフと呼ばれることがあるが、これはかつて、ナゴルノカラバフを治めていたアルメニア王国のアルツァフ、終夜10世紀に建国されたアルツァフ王国に由来する。アルツァフ自体の語源は、ナゴルノカラバフを含むカラバフは、古くからアゼルバイジャン人とアルメニア人による領土紛争の舞台となっており、ロシア帝国崩壊後に、両民族がアルメニア第一共和国と、 アゼルバイジャン民主共和国を建国するとついには軍事衝突にまで発展した。その後、両者は労農赤軍の圧力によって1920年末までに共産化しソビエト連邦の構成体であるアルメニア社会主義ソビエト共和国とアゼルバイジャン社会主義ソビエト共和国になった。だが、アルメニアがソ連構成体となるときにロシアソビエト連邦社会主義共和国が ナゴルノカラバフとシュニク地方をアゼルバイジャンに割譲することを提案すると追放されたアルメニア革命連盟がハンボリシェビキ運動を激化させ1921年4月26日にはナゴルノカラバフを含むアルメニア南部において山岳アルメニア共和国の独立を宣言したが赤軍との熾烈な戦闘の末に1921年7月13日に消滅した 帰属が確定したのは共産化の翌年である1921年7月4日のことで現地のボリシェビキによる国境確定交渉によってナゴルノカラバフはアルメニア領とされた。しかしアゼルバイジャン側は猛反発し翌日にはアゼルバイジャンへの帰属決定として覆されてしまった。こうしてアゼルバイジャン領となったナゴルノカラバフのアルメニア人には 自治権が与えられることとなり、1923年7月7日にアゼルバイジャン内の自治州としてナゴルノカラバフ自治州が設置された。自治州成立後もアルメニア人はソビート連邦の政局が変わるたびにアルメニアへの返入を求めた。1985年にミハイル・ゴルバチョフがソ連邦共産党書記長に就任してペレストロイカなどの自由化政策が開始されると、 アルメニアへの編入運動は一層大きくなった。1988年以降、アルメニアとアゼルバイジャンは衝突し始め、ナゴルノカラバフ戦争にまで発展。ソ連崩壊後はアルメニアへの合流を求めて、ナゴルノカラバフ自治州は、アルツァフ共和国として1991年9月2日に独立宣言を発し、現在も独立状態を保っている。しかしアブハジア、 南オセチア、ゾイドニエストル以外に独立を承認している国はなく、しかも全て一部未承認国家であるため、あくまで事実上独立した地域である。承認を受けた参加国とは、民主主義と民族の権利のための共同体を結成している。アルメニア高原の東端に位置し、3000メートル級の山地に囲まれ、標高線から2000メートルの高地にある。 倉川やラクス川の流域を見下ろす地である。森林に恵まれ、高地には鉱山生植物が群生している。ありがとうございます。